爆弾を見つけろ。入ってるホロ A って何が変わったんですかね。ホロ A は真ん中のドットがちょっと大きくなってるはずじゃないっけ。突入まで10秒。突入まで5秒。爆弾の地点に移動して解除しろ。部隊を排除した。まで5秒。今回の目的は爆弾の発見と解除だ。設置する。敵のオペレーターは残り一人だ。敵部隊排除。ミッション完了だ。サイトの話をしよう。サイトのお話。エアーナインから、まあ、1倍サイト、まあ、等倍サイト、拡大なしっていうジャンル、アイアンサイト、拡大ありっていう 2.5 倍のサイト、あとは DMR の中の、テレスコピックっていう 3.5 倍のサイト、あとは、カリ。のサイト。で、グラズは 3.5 倍に変わったんだったかな。グラズ。3.5。そうですね。グラズが 3.5。なので、もともとグラズは4倍だったけど、今は 3.5 倍に変わってますと。
だから今は倍率、まあ当倍 2.5、3.5、5、12。5と12は仮ですね。っていうのがありますと。で、拡大 ABC。もともとの 1.5 倍サイトのレティクルだけど、拡大 A。これも結局は、2.5 倍サイト。見た目 1.5 だけど倍率は 2.5 倍になってますよっていうのが一つ。2.5。よいしょ。よいしょ。これでね、この感度が遅いっていうので、これが 2.5 倍だよっていうのが証明できたかと思います。あれ、今俺もともと何ぼだった？まあ何でもいいんだけどさ。で、拡大 A、B、C が比較したくて、まずは拡大 A で画面の占有率。サイトが占める画面の占有率。これをスクショ取って、次に拡大 B。これで画面が占める占有率。拡大 B すごいね。なんか真ん中の見える範囲もでかいけど、それ以外の見えない範囲もめちゃめちゃでかい、ね。で、最後に拡大し。これは結構シンプル。で、これをすべてスクリーンショット撮って並べると、まあ、結局は、B だけがやたらとか、画面の占有率がでかいんだよな。確か。うん。拡大 B は見慣れてて、ね、古参税とか使いやすいけど、真ん中の見える面積も広い分、それの外周のスコープが占める見えない部分の割合も非常にでかい。けど、他の A と C が、レティクロの弱体化の話をすると、拡大 A、これが昔の 1.5 倍よりも真ん中のこのクロスヘアの、あの、太さが若干太くなってるらしい。けど、うん、そうだね。このスコープが占める画面の見えない部分の面積はかなり小さい。けど真ん中の見える部分の面積もなんか結構狭い面積だね。で、拡大 C は逆に真ん中のドットが小さく、昔より小さくなってるから見やすくなってるはず。で、スコープの影で見えなくなってる画面の面積も小さいし、まあかなりシンプルかな、スコープの形自体は。けどレティクルの形は結構ね、ごちゃごちゃしてるから見にくいとかはありそう。でも個人的にはなんだかんだ拡大 A が見やすいんだよな。うん。拡大 A か拡大 C が、このスコープの外側の何？外観？スコープの外観的には、これが本当のシンプルな丸だから、隠れる部分が少なくてこれが見やすいけど、真ん中のクロスヘア的には、拡大 A の方が、シンプルで見やすくていいな。うん、そうだ。拡大 B、慣れ親しんで、俺はこれでいいけど、そうだね。なんかこれが、拡大 B だけがやたら他より倍率高く感じるんだよ。まあ多分その真ん中の、スコープの中の見える面積が広いからっていう話かな、多分。その分、周りの見えなくなる範囲もかなり低いじゃない、大きい。まあ、っていうのが出てくる話ですね。出てくるっていうか、拡大 ABC。で、ちなみに、ホロ A とドット C の真ん中のドットも、昔よりはちょっと大きくなってるらしい。だから、ホロ A とドット C は弱体化。あと、ホロ C もだったかな。ホロ C も、真ん中がでかくなってるらしいけど。まあ、あんまり使ったことないからわからん。逆にホロ B は使いやすくなってるらしい。真ん中のドットが小さくなって。でも、こう見比べるとさ、ホロ B もドット C もあんまり変わんねんじゃねっていう。ああ、うん。マジ誤差だな。だから、この辺はもう好みなのかな。なんか、ホロ A は確かにちょっと大きく感じるけど。っていう感じです。よし、終わり。今日はチーターが多すぎる。ドローンを使って爆弾を探せ。評価システム、さすがにバグですよね。まあ、なんか、あんま気にしなくていいんじゃないですかね。困ったらこれっていうおすすめのオペレーター。困ったら、まあ、スレッジとか、あと10秒。ジャッカルとか、突入まで5秒。ドッケビとか、爆弾を発見して解除するんだ。まあ言うてもうすぐ今シーズン、今シーズンが変わったばかりなんで、もうすぐ今シーズンのオペレーターティア表っていって、
なんだ？どのオペレーターが強いですよっていうランキングの動画を作るんで、まあそれが出来上がった頃に見ていただければ。パパパリス、はい、行くぜ。あれ、リロード中。探査機を飛ばせない。アルス君、もう亡くなる。ユーザーを取り戻せ。敵は残り一人。あ、普通にポイントなかった。いや、来たか。リロード中。パパパリコ、敵部隊を排除した。有益多いな。爆弾を見つけた。保管壊して。マガジン交換。ちょうどそこ抜けないんか。味方は残り一人だ。なんでやねん。足音回りすぎじゃね。オペレーターは残り一人だ。死んだも当然だ。敵部隊排除、ミッション完了だ。ショットガンでアイアンサイトのいいところ、そもそも今のこのサイトのシステムってサイトをつけると ADS 時間が長いんですよね。アイアンサイト AM 時間が短縮される。三角形、まあ、等倍サイトは、まあ、これも M 時間が短縮される。で、
アイアンサイトだと ADS スピードが 10% プラスで、当倍サイトが 5% プラスなんで、アイアンサイトにレーザーサイトが今このゲームで現状一番速い ADS スピードになるから、今のところショットガンやサイト、レーザーサイトっていうあれをやってる。ショットガンなんてね、ADS しても、こう戦う距離がもともと短いから、しかも頭狙うとかあんまりしなくていいし。で、もろもろの話から、ショットガンはアイアンサイトで使っております。ああ、これウォーデンだ。リロード。いや、C4 使っちゃった。まずいぞ。爆弾ディフューザーが起動した。どうも。最悪。くそーロードする。あんなインなんかにシーフを使いたくなかったのに。味方のオペレーターは残り。これがきつい。マガジンを変える。あぶね、ダイニングいた。なんなら2階もいるな。あ、寝れない。雨か。ロックしてたんちゃうんかーってな。まだダイニングにいるな。敵部隊を制圧、こちらの勝利だ。そんなところに。壁を補強した。邪魔を使う。壁を強化。なんか俺の体的にも肉食うより魚食う方が量が食べられるし、多分消化も良くて俺の体が受け付けやすいんだろうなっていう、まあ、そういう身体的なあれもあるから、もう本当に魚の方が好き。魚か鶏肉。
芝系9さん、生放送で絵文字とアイコンが使えるやつ、メンバー登録ありがとうございます。メンバー登録は、メンバー登録の、限定動画とアーカイブが見れるやつに登録していただけると、生放送のアーカイブとかね、全部残してあるんで、生放送アーカイブが見たい方は、そっちの登録をしていただけると助かります。パリだ。パリいるのにずっとミュート壊せないでアタフタしてたん？マガジン交換。俺 C4 じゃなくて盾なんだったわ。まだ遊びに行った。シールドを使う。敵オペレーターは残り一人だ。押せ押せ。気づかれた。もう地下入ってんじゃねえ。おーいって、中でプラントしてない？大丈夫？まだいる？いる？大丈夫？いないんじゃない？地下行ってんじゃない？あ、ほら。言わんこっちゃない。お世話になっております。ユーザーを撃った。ミッションエリアを確保し爆弾を守れ。デバイスを使う。突入まで10秒。バーシーをセット。5秒。ジャマーを使う。敵部隊はまだ爆弾を発見していない。バーシーをセット。新しいマガジンを使う。メラハッキングされた。マグネットアウト。マグネット準備完了。マガジン交換。
マグネット起動。敵部隊が一人残っている。敵部隊を排除。ミッション成功。爆弾を確保しろ。交換する。10秒前。入り口を封鎖。あと5秒。マシをセット。爆弾を解除しようとする敵部隊に警戒しろ。ボルカン設置。準備完了。デバイスを配置した。どこしようかな。リロードする。デバイスを設置。針を用意する。マガジン交換。敵部隊が一人残っている。こちらの勝利だ。敵は排除した。ナイス。まあ真剣にね、今のこの評価システムが、なぜか新シーズン始まって、勝手にもう地の底に落ちるような評価になっている。俺も要注意に下がってる。俺を冷静に分析するならば、まあ、まずは新シーズン入って、まあ、評価システムがシーズンでリセットされて、リセットされたから、まだこう蓄積してるデータがなくて、たまたま一試合目やった時に、その、相手側の、ね、相手側か味方か分かんないけど、負けて悔しいなのか、こいつ自分の思い通りに動いてくれないなのか分かんないけど、何かしらの、その同じマッチの中の他の9人に、まあ、例えば、報告で通報されました。嫌がらせたか、暴言だか分かんないけど、通報されました。それだけで評価が落ちるっていうのが多分このゲームの今の評価システム。突入5秒前。爆弾を発見して解除しろ。相手だったら、あいつクラッシュ使ってるは嫌だ、なんだあいつ通報してやる。もうこれで評価システムとしてはこっちの評価が下がる。もう多分そういう今のシステムなんだよね。もう VC つけてないのに、もうボイチャの暴言で通報されるから、まあ、どっちが嫌がらせだよっていう状況だけど、それがまかり通るのが今の評価のシステムだから、
ディフューザーを落とした。なんかね、それについて真面目に、わあ評価下がったわ、なんやこれ、俺何も悪いことしてないのにって考え込むこと自体がもう何の意味もないっていうか。お、反応早。あ、これ、あ、こいつ、あ、こいつら。チームがやられた。そうだね、じじ、針を設置。クラウド情報にデータ残ってるから今結局変わらんのか。下から抜かれてるじゃん。フルパワーだ。味方のオペレーターは残り一人だ。ディフューザー。爆弾を確保しろ。アーマープレート設置。すごい落下スピード。爆弾を解除されるのを阻止しろ。オペレーターは残り一人だ。What？ 味方のオペレーターは残り一人だ。あ、ミッション失敗。味方がやられた。ああ。これだよ。これだから。を守れ。
と10秒。5秒。敵部隊に爆弾を解除されるのを阻止しろ。チーターやっぱり減ってないんですかね。増えてますね。本物どこだ。味方のオペレーターは残り一人だ。味方が頑張ってた。敵オペレーターが一人残っている。あとチーター。こちらの勝利だ。敵は排除した。めっちゃ舐められてる。